自動鉄道が購入したセルポレー式蒸機動車。セルポレー式蒸機動車は、フランスのギシレオンセルポレーが1887年に開発した蒸機動車の一方式である。小型高性能のフラッシュ蒸気ボイラーを車内に搭載し、後の時代のディーゼル機動車のような外見をしている。開発から2年後の1889年、パリ万国博覧会に出展され、 1894年にフランスで国内工業奨励賞を授与されている。これを受け、セルポレー式蒸気動車の製造販売を行う企業、ソシエテ・デジェンナーターズへ、ベイパーゼーション・インスタンテイニー・システムエルセルピーレットが設立され、世界への売り込みが行われるようになった。コークス燃料と半月型断面の水管を使用し、機関全体が小型化されているのが特徴で、 ボイラーは高さ1.05メートル幅0.57メートル、重量は約600キログラムとなっている。日本では、後の東京都電の前身の一つである東京馬車鉄道へ売り込みがされたが、同社では採用されなかった。また、当時の東京府内で出願されていた3社の計画路線で採用が目論まれていたが、いずれも実現には至っていない。さらに、 広島県呉町の市内交通機関にセルポレー式を出願したが内務省に却下された。日本で唯一のセルポレー式乗機動車の商業運転にこぎつけたのはセット自動鉄道である。1905年に同車線の開業に際し A、B、C の3両が導入され運用を開始した。この小型車は四輪車で、 セルポレーの特許による小型高性能ボイラーを搭載していた。だが、この車両は、もともと機動専用のものであるため、乗車定員や勾配、運行距離など、瀬戸自動鉄道線の路線環境には向いていなかった。都市内の路線で主要停留所に補給燃料を置く、使用環境を前提に、発車前に休暫しておけば終点まで燃料、補給不要とされていたが、 瀬戸自動鉄道線の使用環境では途中で燃料切れとなることが多かった。高性能ボイラーや走行機器などは整地で運転、整備の技術上も完熟が難しく、開業からしばらくは安定した運行ができない状態が続いたことから、瀬戸自動鉄道は開業翌年の1906年には瀬戸電気鉄道と解消し、同線は1907年に直流電化された。ただ、 電化工事が完成するまでの間に運転、整備の現場では取り扱いに完熟し、安定した運行ができるようになっていた。電化開業後も、電力会社の供給能力に限度があり、停電日、時間帯が定められていたことから、停電中はこの蒸気動車が使用され、特にトラブルもなく、使用が続けられた。その後、停電日、時間帯が解消し、 電車の常時運行が可能となったことから、1911年に廃車となり、姿を消した。ありがとうございます。